はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第23章やっていきたいと思います。まあ、とりあえず温泉は、まあ、前回堪能させてもらったんでもういいっすかね毎回入って、男の時もあるからな。てかむしろ男の方が多かったし、23章剣族シェンメイ。森を抜けたミカミックスたちは王城への進軍途中で再びアクアの母シェンメイと相対する。そこでミカミックスは思いがけない人と相見えまみえることになる思いがけないやつ何人いるんだよここみんな思いがけないじゃねえかよ。てん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 。兄さん、浮かない顔をしてどうしたのですか？ああ、少しクリムゾンのことを思い出していたんだこれ絶対フラグでしょ。クリムゾン死体となって出てくるよ。あいつが生きていればきっと今の暗い雰囲気も吹き飛ばしてくれたはずだ。はい、そうですね、そう思います。なあ、クリムゾンの死に関して気になっていることがあるんだ。ミカミックスの前では言いにくいのだが。構いません、言ってください。クリムゾンの死はお前のせいだ。クリムゾンを殺したやつのことだ。え、リョーマ王子も気になっておられましたか。なんだなんだ、話についていけん。あ、ちょっと待ってください、どういうことですか？クリムゾンを殺したやつはおそらく俺たちの仲間の中にいる。なんだって？まさか。そんなことを信じられません。いいか、よく考えてみろ。あの時吊り橋から飛び降りたのは俺たちしかいなかった。はい、しかもミカミックス様は飛び降りた直後に襲われたとおっしゃっていました。あ、つまり俺たちの中に犯人がいる可能性が高い。そう考えるのが自然だ。今まで黙っていたのは仲間を信じるというお前の気持ちに水を差したくなかったからだ。そういうもんなの？突然トーマ兵が出てきたんじゃないの？だって最後の戦いも近い。念のためにお前の耳にも入れておくべきだと思ったんだ。肝心の最終決戦で背中を狙われたら叶いませんしな。そんな。でも急に言われても私は。すまない、ミカミックス、お前はいつも通りでいい。ただ今の話も心の片隅に置いておくんだ。あくまで可能性の一つとしてな。わかりました。話してくれてありがとうございます、リョーマ兄さん。だって怪しいやつなんていねえよもう匠が操られているっていう感じでもないしな。また出てきたのかお前。これ以上王女に近づかせるわけにはいきません。あ、シェンメイさん。いいえ、それはできないわ。そこを通して。そうですか、どうしても戦うというのですね。そう思って今度はあなた方の友人にも声をかけてきました。え、友人戦いの最中ご自身の目で確かめるがいいでしょう。もっともそれまで生きていることができればですが。いや絶対クリムゾンだよこれ。クリムゾン敵として出てくるよ。みんな行きますよ。とりあえずマップを見よう。マップを、宝箱はあるな、結構あるな。宝箱毎回結構あるからな。てか龍脈ねえな、これどういうマップになってんだ。まあいいか。ユニットはあれちょっと減ってる。匠が出れない。椿を減らすか、それでいいよな。ベルカと椿どっちかって言ったらベルカの方だな今のところ。アシュラはだって鍵開け要因だろ。よしこれでいいかな。あとは、またドーピングタイムっすね。はい、とりあえずフェリシアはどうせ後陣じゃなくて防陣組むんで、今回節約してドーピングはしなかったっす。OK。これはなんだ、どうやって行くんだ。行けなくねっていうか、なんだよこいつ。剣なぎのなぎなたみたいなの持ってんな。行けなくねっていうか、どういうことだ。こいつはいける、飛べるか。飛んでるけどな、弓持ちだからな。まあいいや、とりあえず龍馬どうしよう。龍馬はモズメと組ませるか。で、こいつ写し身をしとくでしょ。とりあえずこんなもんか。あ、こいつはもうカミラと組ましとこう。
宝箱開け要員としていつでも行けるように。こっちの方だからな。飛んで行けるかな。あ、ダメだな。死ぬ可能性が出てくる。え、ちょっとマジでわからん。ちょ、わかんねえから一旦ちょっと様子を見るか。お、来た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 。あー、床が動いた。あー、そういうことか。この床に乗っていけってことね。こっから行けんの。だって行けねえし、もう一旦待たないとダメじゃん。こいつらが来るな。ってこれクリムゾンじゃん。やっぱ出てきたよ。目が完全にいってるな。うわ、クリムゾンの射程が半端ない。とりあえずマークスを下げて、こいつも下げて、っていうかすっげえ射程だな。今まで人が詰まっていたからあれか、こっちに来れなかったっていうパターンか。おお、これでいいや。 OK、さあ来い。てんてんてん。まさかあなたはクリムゾンさん。シェンメイさんの言っていた友人というのはこのことだったんですか。なんて、なんてひどいことを。すみません。クリムゾンさん、せめて一撃で決めさせてもらいます。あなたが最後に守ってくれたこの命をここで散らすわけにはいきませんから。おう、反撃できない。ああ、ここに乗っけるんだね。時間かかりそうだな、このマップ。ちょっと待ってよ。まずこいつを寮までぶっ倒そう。せめてもの情けだ。てんてんてん。何？この感じは、もしやお前はクリムゾンなのか。いや違う、これはクリムゾンの亡骸をこのような姿に変えたのか。こんなことが。許せクリムゾン、せめてこの俺の手で葬ってみせるで。よし、アリが、お、心が残っていたか。ちょっと待てよ。そうするとこっちが剣だからな。主人公大丈夫か。一応ちょっと乗っけとこう。大丈夫だと信じて。4人しか乗れないからな。精鋭部隊で行かないと。で、龍馬攻撃しちゃったから、そうするとみんな防刃組んでった方がいいんじゃないか。匠、そうだな、こいつくっつけよう。で、マークスもこいつくっつけよう。ほい。で、魔法キャラを前線に出して、いきますよ。復讐、全く無意味の復讐。しかもくっつかる。負けるわけないよ。で、あとはそうだな、匠重要だな、弓キャラだから。で、こいつら飛んでるから適当なんとかなるな。もう龍馬乗せたかったけど、まあ動いてたからな。マークスでいくか。で、一応護衛としてここら辺にくっついていこう。うわー、マジめんどくさいこのマップ。おーおーおー、大丈夫か。なんかすげえ危険な匂いがするんだけど。あ、危ねえ。動いた直後は狙われないのか。ってことは、とりあえず匠でこいつをぶっ倒す。黙らないですわね。よっ、おや、よし。恨まないでよ。で、あとはもう大丈夫でしょう。この弓兵を矢との陰でぶっ倒す。大丈夫ですよ。はっ、諦めません。くらえ。剣はかっこいいよな、似合う。あとこいつはおろさげ、上から来んの。もしや来るな。これ今回は防御力重視だな。あ、レオンは後陣がいけるな。面白い。 OK。 じゃあちょっと左飛んでこう。やっぱりこいつらは自由に。お前らは自由だ。ベルカどうしよう。サクラと組ませよう。一応
よし、こいつだけ置いてきぼりになってる。悲しすぎる。おお、くるくるくる。おおおお、飛んでるやつもかよ。これはでももう反撃を食らわないところからチクチクやっていくしかない。こっちはちょっと時間かかってもいいから食らわない位置で、ここ食らうし、食らわない位置でなるべく、そうだな、遊撃部隊として行くか。厄介そうな相手だ。うん、いいね。おお、いいね。ってことで、タックミーはまずマークスだな、ここに置こう。サポートしますわ。もっと楽しませよ。ここからレオンの後陣をかければ。サポート。あ、エクスカリバー、そういや前回取ったんだった。装備させてないよな、確か。忘れてたな。この程度なんだ。でもな、レモンはブリュンヒルデがあるからな。いらないといえばいらないんだよな。左から攻めるか。で、遅れた。げ、あいつ回復に走りやがった。なんてやつだ。あ、これ来るじゃん。やばくね。危ね危ね。超ビビった。こういうところも考えていかないといけないのか。倒せない、死ぬ、むしろ死を迎える。これだって攻撃してくるでしょ、ここ攻撃できる。あとこいつらの射程をちょっと見つつだな。なんか危険マークついてなかった今。そんなことないか。おお、危険マークなんかついてんな。クリティカルのやつかな。ここにいよう。めんどくさいマップだマジで。こいつもどうしようもねえな。もうん、ここら辺にいよう。結局回復されたか。無駄だ。あそこから行くのと、ここだな。左から向かうところも一人作っとくか。こことここはでも行けないよね、今思ったけど。いやー、龍馬そうするとこっちに派遣するか。龍馬プラス飛んでる部隊だな。で、あと左のここか。宝箱の鍵持ってるやついんの？いなくね？おお、自力で宝箱の鍵奪ってくるしかねえのか。奪ってくるっていうか開けるしかないのか。こいつらの射程だ。まずサンダーソードで確実にぶっ倒す。引きはせんよ。すみません。で、こいつここだな。そうするとこれで一旦終了するか。完全回復されるぞ。おー、来た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 。ほい、龍馬さん、どうしようかな。下ろしとこう。で、速攻で攻撃を仕掛けられるように。こいつちょっとじゃあこっちにいて、こうだな。ちょっとずつ行かないと。わー、結局無駄に終わりそう、攻撃したやつが。よし、このまま進軍する。まず龍馬でこいつを攻撃する。すげえ食らうな。 22% か。普通に考えればかわせるけど。よし、 OK。 いい相手だった。で、あとこいつは倒す。
五大人さえあれば敵ではない。小判くれ小判。くれなかったか。こいつらもそうだな、すげえ食らうからな。結局なんだかんだでここにいよう。だと右の部隊はまずここに匠を置いてこいつを攻撃。銀系は攻撃力がめっちゃ高いですからね。目障りなんだけど、それが厄介だよな。味方が使うといっぱい攻撃しないといけないけど、敵はそう何回も攻撃してこないからな、ずるいよな。絶対勝てます。アンダーソード。倒せるやつを倒していくか。無駄な復讐。負けるわけないよ。匠パカラパカラうるさいんだけど。サポートしますわ。お、倒した。やった。国のためだ。よし、制圧完了。クールか。おお、危ねえ危ねえ。さてどうする。まず個室はここにやって下ろして宝箱を開けてもらうでしょ。ベルカ、こっから攻撃してとりあえず減らしておこう。はい、スッと食らえ。でモズメはちょっともったいないからこいつで倒すと。見事だった。よし、左下はとりあえず OK。 あとはどっから行く。右上から地道に行くか。そうだな、そういうところで行くか。これちょっともう一旦待つな。そうすると、あと動いてないの。あ、こいつね。なんか造幣が出てきたっぽいぞ今。左がきついよな。いやー、やっぱちょっとめんどくさいなこのマップ。空平地、こいつここで組ませるでしょ。でベルカでこいつ一旦攻撃しとこう。 52% か。斧はねもう攻撃力じゃなくて命中率が低いから。プスッとプスッと当てていくしかない。ここはね多分ダメージ食らうんだよね。なかなかいいわ。あー、しまった。宝箱開けるの忘れてた。何やってんだ俺は。一旦無駄にしてしまった。宝箱を開けておぼろみたいなのというのが。でこいつは一応攻撃をしておく。頑張ってください。当たってくれ。くらえ。よし。でこいつらだけで制圧できるか。かなりの不安が残るな。で4人乗っけよう。こいつすっげえ武器持ってんな。4人ずつしかいけないっていうのがかなり厳しいな。これいきなり攻撃されるってあるか。大丈夫だよね。よし大丈夫だ。まずは匠を下ろして。こいつ魔法か。魔法キャラには魔法キャラで。厳しいな。よし。で、マークスで倒せるか。倒せるな。
食らうけどしょうがない。食らわない。大丈夫だ。覚悟しよう。よし。で、主人公ここに乗ってきて、こいつをサンダーソード。いやー、こっちだな。サポートします。うお、三段突き。うまくいきました。無双三段。よし、倒せる。オッケー。高ぶりますわ。それ。しつこいな。匠もな。写し見さえ覚えちゃえばもうあとは弓背に戻すのに。でこいつくっつけるでしょ。で上に引くでしょ。もう一旦かかんな。そうすると行くのに当たってくれ。これ当たればだいぶ楽なのに。よし、ナイス。9レベル。オッケー。こいつ狙える。うわ、狙えるけど狙われるな。うん。お。そうか。射程2のやつは来るか。無駄無駄無駄。回復。うわ、やばいやばいやばい。増援が出てきた。これだから全く。ちょっと右上から一緒に攻めよう。龍馬たちと一緒に攻めよう。まずこいつは乗ってくんの。サンダーソードで肩をつける。間に合いました。よし。一瞬こいつここにいよう。でこの二人完全に動けないから。うわ、乗ってきた。マジか、やばいぞこれ。うわ、死んだ。これさくらどうなの。おスーパージャンプした。マジか、ベルカが死んだとはな。すげえショックだ。やばい、モズメがやられるのはマジ勘弁してほしい。どういう動き方してるんだ貴様。許せん。仇を討つ。どう戦う。くらい。さくらはいけないか。やっぱり魔導兵がきついよな。よし、もう一旦様子見だな。援護しよう。お大臣、こんなとこでお大臣を使ってしまった。もったいない。レオもちょっと減ってっからな。サポートします。よーし、勝てましたか。で、ちょっとここで回復させよう。マークスは普通に攻撃だな。全然食らわねえな。で、匠でぶっ倒す。しっかりなさいませ。やっぱ2回攻撃できると全然違うな。戦死者が出たか。うわ、龍馬が死ぬのはマジ嫌だよ。これ動くよね、先に。よしよし。
左下のやつはもうほっとくしかないから、リョーマ回復だな。いやまさかのまさかだったな。このまま制圧に行けるぞ。銀の歩みだからここだな。無双三段、これでいいんです。これここに乗っちゃうと多分あれだな、下に行っちゃうな。ここで突破してこいつらももう一旦待つしかない。なんだ、うお、何かを使われた。これさ、ヒットポイントが半分になるやつだと超きついんだよね。それではないか。うわー、増援が出てきた。マジ厄介だ。しかも分断させられた。なんとかするしかない。リザイアを使うか。そうすると58分。いや、おびき寄せるか。じゃあここでの戦いはかなり不利だな。ここは無理だな。そうだな、一旦ここで待つか。こいつ何持ってんだよ、そもそも。ウィークネスか。なるほどね。ここなら大丈夫だな。巧みで確実にぶっ倒していく。僕がやる。このマップも制圧だっけ、目標。で、マークスをこいつに当てて。行きますわよ。消したか。もうちょっとレベルが上がんな。で、乗っけるか。乗っかった直後は大丈夫だよね、敵。一応ここにいよう。うわー、射程長え、こいつ。うおー、下げられる下げられる。来たか。無駄だ。よっしゃ、危ねえ。うわー、たくみピンチだ。すげえ、狙ってくんのかよ。は？すげえ射程長くね。何なの？どういうこと？射程3の武器だ、これ。弱いけど。弱いけど射程3あるってやつだな。とりあえずここにいて、倒す。75% は当たってくれよ。よし。見事だった。で、モズメを、そうだな、こっからだな。お大臣があったとしても倒せなかったな。まあ、しょうがない、それは。こいつも弓使いだからな。ギリギリだな、 74%。 よし、危ね危ね。許してください。こいつはもうダメだな、動けない。ちょっとこっちに来るでしょ。で、下のやつも排除したいから、こいつここだな。ここ陣取ろう。大丈夫か。一回食らうっていうパターンか。よし、ナイスだ。やっぱウィークネスかかってるときはきついな。だ、これでガードポイントが溜まってるから、下のやつはなんとかなるな。ほんと厄介だな。くらえくらえ。目標見よう、目標目標。なんだっけ、制圧か。じゃあ倒してもいいな。倒そう、倒せるうちに倒しとこう。これ以上先へは行かせません。ここで死んでいただきましょう。行きますわよ。
どの口が無駄。私はお前は所詮雑魚だ。よし15レベルになった。背立て。あと左の宝箱を取ったらなんとかなるけど、一旦お休みだな。無駄無駄無駄。うおー龍馬大丈夫か。危ない危ない危ないマジ危ない。まずこいつ絶対やばい。こうだな。よし待っていたぞ。ほらいいね。まあなくても倒したけど。強いよね。でこいつを、おー超危険だな。さっきはでかくさせよう。あ、ちょうど倒せるか。え、いいか、普通にクリティカル出た。いい相手だった。で、さくらでこいつを攻撃して。大丈夫。射程3の武器だから、確か射程3しか攻撃できなかったはずなんだよね。あ、これで終わりだよ。これで安心だ。であとは宝箱を漁って制圧すれば終了か。よーし、こいつぶっ倒すか。さあいらっしゃい。僕がやる。まさかな。でもベルカが死んだのはな、せっかく鍛えたのに。また誰か鍛えないといけないよ。制圧は主人公に任せよう。来ないよねこいつら。動いて。この岩の移動がちょっと面倒いな、ここまで来ると。下ろして、あとは宝箱開けだ。ライナロック、どうなんだろうな。よし最後の宝箱10,000円。あ、お金はね重要。じゃあ制圧しましょう。シェンメイもこれで終わりか。終わりだな。アクア、お記憶を取り戻したのか。お母様、まさか私のことを思い出したの。いや罠だ。近づくと殺されるぞ。私はもうじきこの身も魂も消滅します。それでトーマ王の支配から解放されたのでしょう。ああアクア、私はやっとあなたを思い出せた。まさか本当にお母様。アクア待て、罠かもしれん。そんな、どうしよう、私どうしたら。アクアさん、ミガミックス。そうそうよね。私はお母様を信じる。お母様の言葉を信じるわ。お母様。アクア、こんなに大きくなって。ありがとう。私のことを思い出してくれて。お母様、会いたかった。ずっと会いたかったの。ごめんなさい。一人で寂しく辛い思いをさせて。いいえ。私は一人じゃなかったわ。アンヤ王国と白夜王国の兄弟たちが一緒にいてくれたから。それに今だってこんなに大勢の仲間が私のそばにいてくれる。そうですか、よかった。ああもっと声が聞きたいのに。もうこれまでのようです。お母様。そんな、ダメよ待って。お母様ありがとう。アクア、私の子供になってくれて。
最後にあなたの姿を見れて本当に良かった。愛してます、アクア。お母さん。罠だと言った自分が恥ずかしい。許しません。私はあなたを絶対に許しません、トーマ王。みんな憎しみで戦ってんな。大丈夫かこいつら。というところで、なんかベルカ死んじゃいましたけれども、第23章これで終了して、誰かちょっとまた次鍛えようかな。ちょっとやっていきたいと思いますので、今回これで終了します。